ノーショーピングにある ICA の店舗 ICA グルーペン AB は、スウェーデンソルナ日本部を置く小売業グループである。同国及びバルト三国で事業を行っており、北欧で最大の小売業者である。スウェーデン語での発音に忠実なかな表記はいいかである。ナスダックストックホルム上場企業。1917年にエコンベラガンが導入した。 ビジネスモデルを基礎にして1938年に始まった。ICA は加盟店の小売業者たちにより所有されていた。2000年に株式の半分をオランダの同業のアホールドに売却したが2013年に株式を買い戻し現在の社名に改めた。スウェーデン国内で ICA のブランドを関する総合スーパーや ディスカウントストアを運営してきたが、2001年から銀行業に進出し、2015年からは保険事業も行っている。2006年、エストニア、ラトビア、リトアニアでディスカウントストア、スーパーマーケット、総合スーパーを運営するリミバルティックを買収試行会社化した。2014年に薬局運営のアップテックハジョルタット AB を買収試行会社化した。 ICA は以前コペンハーゲン地域にあるスーパーマーケットの ISO チェーン店の株式の半分を所有していたが2004年にすべての所有分を ISO へ売却した。ICA のおが AS は2007年時点で642店舗を運営し売り上げは1900万ノルウェークローネであった。それ以前はスタインエリックハーゲンが所有していたハーコングルッペンという名で知られ、 ICA がチェーン店を買収するまでは単独でリミ、ディスカウントストアを運営していたが、多くの店舗を ICA ブランドへ移行した。ICANR、ICA スパーマークと ICA マキシ、リミの4つのブランドを運営していたが、2014年に売却を発表して退した。ダンスクスーパーマーケットと ICA の共同事業として2002年に、 スウェーデン側が経営するデンマークのスーパーマーケットチェーン店のネットが設立された。共同事業はネットマークなど AB と命名された。2006年末に ICA は共同事業から撤退することを表明し、出資を50から5%に引き下げた。ストックホルムとベストマンランド地方にある21店舗のネット店は ICA の加盟店に移行し、 ICA の独自店舗になったが2007年中に閉店した。1990年代半ばまでスタトイルと ICA はスカンディナビアで約1300店舗のガソリンスタンドを運営するを共同して経営しており、このスタンドの多くは ICA エクスプレスの名称を使用していた。ICA は所有していた50%の事業をスタトイルへ譲渡し、 2007年中にガソリンスタンドから ICA の名称は外された。2007年12月に組織的な食肉の不正再放送が発覚した。ICA スーパーマーケットチェーンの元品質管理マネージャーのハンス・ハレンは会社が2003年から不法な食肉の再放送を知っていたことを暴露した。2003年から2005年まで スウェーデン南部の ICA 店舗を監督していたハンス、ハレーンは自分が会社幹部に実際に行われていることを知らせたことを2007年12月5日に放映されたスウェーデンテレビの週刊のテレビ調査番組プドロググラクニングの中で語ったことにより抗議された。ハレーンによると多くの店舗がこのような食肉の賞味期限を改ざんするための再放送に関わっていた。 abc, ICA ヒストリアン。ica グルッペン ab, 二千二十年九月三十日、閲覧。ica スワクイジションオブリミバルチックアプルーブドバイザーヨーロピアンコミッション。ica グルッペン ab, 二千二十年九月三十日、閲覧。ica グルッペンーアクワイアアップテックハジョルタット ab. グロブニュースワイア二千二十年九月三十日。 閲覧。スウェーデン SICA セルズ、ノルウェービジネス。ウォールストリートジャーナル。2020年9月30日閲覧。ありがとうございます。